せいでわーって喋っちゃったんで一回リセットされちゃったんですけど、帰ってもうすぐ寝て、で夜薬飲んで、あ、まあ、薬飲んで寝て、でもうずっと飴舐めて生きてるんですけど、で生姜レモン蜂蜜ジュースじゃないけど湯みたいなやつずっと飲んでさ、今もさ作ってきた、ちょっとレモンいっぱい入れすぎてちょっと酸っぱいんだけどレモンちょっと酸っぱいんだけど、やっちるちゃん、たくちゃん、まさとんちゃん、ダイバーちゃん、みんちゃん、かつとしちゃん、ぽこちゃん、こんにちは。まだまだ声は出ませんね、本当にショック。いつになったら治るんだろう。母さんこんにちは、無言くぬむ10キラありがとう、めぐみのちゃんかわちい、かつしちゃんもハートありがとう、たつぷるちゃんつたき様です。明日はね YouTube ライブあるんですけど、まあこの声で歌うってなると相当キーを下げなきゃいけないから、まあ声に負担がかからない程度に歌いたいと思います。7日間分の薬出されてさ、昨日で薬終わったんよ。またお医者さん行った方がいいのかな、ね、もうさあらゆる手段を使って、今日もさショールームまでさ喋ってないのよ、ずっと横になってマスクして、喉ぬるぬれマスクしてなってた。喉ぬるぬれマスクしてさ、いや、あ、11時半だ、ペコ準備しよう。こういう風邪ひいた時に限ってさ、お仕事って続いちゃうよね。でも熱とかないからそれはまあいいよ、熱とかがないからいいんだけど。じゅんくんこんにちは、みんちゃんもラブレターギフトありがとう、どもちちゃん、でんねんちゃん、みんちゃん、にーくん、ぷくさん、ゆうちゃん、しおじいちゃん、はくきらありがとう。なので明日の YouTube ライブはね、歌う曲数は同じなんだけど、ゆりあちゃんが歌う曲数は減るかな。その代わりに獣のすみかさんがいるので、獣のすみかさんがね対バンでサポートしてくれるのを頼んだのでいいですよって、ナオトザワールドさんが歌ってくれます。アルパカちゃん、つたき様ね、100にゃーってありがとう、しおじちゃんもありがとう、ぞうきんさん、でんでんちゃん、流れ星ありがとう、しおじちゃんもラブレターありがとう、ドラミアン、きょんちゃん、しおじちゃん、ゆうちゃんも、一服さんも、白アルパカちゃん、亀吉ちゃんも、100にゃありがとう。楽しみですね。司会進行と、あとは
何曲かは歌おうかなとは思っておりますので、まあ、この声ですけど精一杯歌います。長引いて来月も歌えないってなったら嫌だから、コピーちゃんハートありがとう。コピーちゃんもラブレターギフトありがとう。プリメルちゃんこんにちは、みんなありがとう。ナナシちゃんもこんにちは。明日20時楽しみにしててください。ティーちゃんもおつたき様です。明日はガルベストンというお店でやらせていただきますので、2回目ですね、ガルベストンは。美味しい、めちゃめちゃ美味しいオニオンスープがある。オニオンスープで明日喉を潤したい。お肉がメインのお店ですね。ガルベストさん明日もね営業してると思うのでね、もしね YouTube ライブの様子をね見てみたいっていう方はぜひ明日だよね明日20時から、予定なので、20時から YouTube ライブやる予定なので、もしねガルベストンさんにご飯ディナーでも食べに来てくださったら嬉しいなと思います。そしたら配信風景も見れますんで、全然閲覧無料なのでぜひ見に来てください。バーベキューの時とかもね何人かいらっしゃったみたいなので、ぜひねガルベストン遊びに来てください。見に来てください。ガルベストンにバンダイにあります。バンダイのガルベストン通り、駅にガルベストン通りを駅に新潟駅に向かって歩いていくと、目の前にベジレジアっていう豚のサムギョプサルの、ユリアちゃんの大好きなサムギョプサルのお店があるんですけど、その上の方にもう一個ガルベストンというお店があるので、そこでやってますんで遊びに来てください。見に来てください。明日はねゆりあちゃん声が不調なのであんま歌えないんですけども、ぜひね食べに来てくださると嬉しい。めっちゃ美味しいから。新潟って美味しいお店いっぱいあるよね本当に。たまに外れのお店もあるんだけど、あんまり外れるお店ないんだよね。ベジデジアも美味しいしね、ベジデジアとガルベストも美味しいし、ギブミチョコレートの明太子パスタなんてさ2皿ぐらい食べれるんかじゃないかってぐらい好きなんだよね。あとは磯八さん、磯八っていう居酒屋のが好きなんですけど、私はそこのさなんか塩辛じゃがバター塩辛みたいな、塩辛じゃがバターみたいなメニューがあるんですけど、あれマジでうまい。あれが美味しくて家で塩辛じゃがバターやり始めたからね。あそこで学びました、塩辛じゃがバターのうまさ。
最強塩辛じゃがバター。リマちゃんこんにちは、ギリギリミヤちゃんもこんにちは、チュブチュブちゃんこんにちは、コマルちゃん、タカちゃん、ソーリーちゃん、モーコンちゃんこんにちは。塩辛の相性の良さ、塩辛って万能調味料だよね、本当に。ナッキーちゃん100キラ、おたきさんこんにちは、ありがとう。なんと昨日でなんと連続配信2000日を迎えました、ありがとうございます。わかる、ご飯にも合うしお酒にも合うから、あとはおやつになるか。もこのにちゃんおつたき様です、もりもりちゃんもこんにちは、ナッキーちゃんもこんにちは、とりまちゃんもこんにちは。そう、昨日でなんと2000日を迎えました。だから今日で2001日目になります。また新たに一歩一日踏み出す日ですね。それは難しそう。めっちゃ雨降ってる。なんかさ、九州の方でもめっちゃ雨降ってるでしょ。あ、花束、ナッキーちゃん花束ありがとうございます。極力ね、配信以外はね、配信とお仕事以外は喋ってない。あ、ハチ、塩辛のコーナー違うわ。塩辛のコーナーではないわ。かりひめサイリウムありがとう。けちゃんこんにちは。今日からガチイベなんでね、皆さんぜひともポイント応援ご協力よろしくお願いします。喉の調子ね、これもう1週間以上続いてる。これが全然治んない。私も辛いよ。私ももう、もう本当に仕事に支障をきたしてしまうから辛いです。喉の何やっても治んない。だから本当に1週間ぐらい、ハチこんにちは、はいこんにちは、ハチのコメント反映されてなかったわ。はいこんにちはって2回目、本当に反映されてないことあるんだね。たまに反映されないよねコメントね。永遠にこの喉、はあ、きつい お肉食べたい。I wanna be a 君のすべて。はちみつ、今日朝も直飲みしたよ。KP。2001日目連続配信やった。
すごくない？2000日配信やっほー、少しやっほー。明日の YouTube はちょっと生誕ライブを振り返れたらいいなと思っております。生誕ライブの振り返りしてきてなかったので、昨日は盛り上がりましたね。ね、今日も盛り上がってくれますか？今日も盛り上がってくれますか？ありがとう。ガチイベは1週間あるので、ガチイベポイント応援ご協力よろしくお願いします。昨日だけではなくこの1週間、応援していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。もうすぐ丸6年ってこと？でももう6年は経ったんじゃないかな。どうなんだろう。ぴったり2001年おめでとう。ぴったりは昨日ね。昨日だよ。ぴったりはありがとう、ありがとうと甲信にかけて大雨の恐れだから、こっちも大雨降るっぽいけど、越じゃない、こちらは越だもんね。でも新潟もめっちゃ雨降ってるけど大丈夫かな。ね、めっちゃ雨降ってる。みんな気をつけて。洪水とかあんまり経験したことないな。なんか子供の時にさ、子供の時っていうか小学生の時にめっちゃ大雨降ったの。アーチレインボースターキラ星ありがとう。ムーさんこんにちは。めっちゃさ小学生の時さ雨降って、そしたらなんかさ家の近くに中継が来てたのね。その雨がすごい降っててなんか浸水してたの本当に。それぐらい雨降ってて、で家の近くにその中継が来てたのね、ニューテレビの。で集団下校だから、その日は集団下校だったの、学校が、小学校ね。で集団下校した時に一番遠いのね、うちんちが学校から。で本当うちの近くで中継してて、取材されたもん。歩いてたら、歩いてて取材されたよ。雨すごいですけど今日の帰りは早帰りですかみたいな、早帰りなんですかみたいな感じで、今日は集団下校です、今日はなんか雨がすごいので、雨がすごくてなんか洪水になる前に早帰りになって集団下校ですって言って、雨すごくてびっくりしてますみたいなだからテニーさんに残ってるよ。テニーさんだった気がする。川沿いではない、ね、タッツミーちゃん、ドリーミーさん、ドリーミーさん、タッツミーさんこんにちは、トマーキちゃんこんにちは。それが初めての地上波デビュー。かわいい小学生たくちゃん、キスギフトありがとう。それが初めてのテレビデビューかも。で2回目のテレビデビューはチームエコっていうのに出た。チームエコっていうのに中学生の時にやってて、中1の時にチームエコかな、あ間違えたチームエコっていうかな、違ったっけ、チームエコっていう名前だったかな、違ったっけ、忘れたけども、ネギっ子、ネギっ子さんがなんかいっぱいいた時、今3人しかいないけど、なんかネギっ子さんが5人ぐらいいた時かな5人組のネギっ子の時だから、外前だと思う。
まだチームエコあるんだね。でそれを中学校の時にまあ参加してて、で私は炊き出し担当だったのね。そのチームエコーでそのゴミ拾いをするんですけど、そのゴミ拾い終わった後の炊き出しの炊き出しを作る担当が私と私の同級生と、もうまあ何人か同級生3人ぐらいと、で先輩3人ぐらい、先輩とか3人ぐらいってあと学校の先生が手伝ってくれて、まあ100人分ぐらいの豚汁を作ったんですよ。100人分ぐらいの豚汁を、でその豚汁担当、豚汁配る担当だったからそこにいたのね。そしたらなんか取材が来るので、その炊き出しの方にも取材をするので、取材するときに誰か一人はいてくださいみたいなのを、なんかカメラマンさんみたいな人に言われたのよ。わかりましたみたいなのを言ってて、誰がインタビュー受けるんだろうね、ドキドキみたいな喋ってて、そしたら先輩がなんか私たちがインタビュー受けるから、受けないでねみたいなことを言われたのね。うわー先輩っぽいと思って。先輩っぽいでしょ、こうはと思って、誰でもええやんとか思いながら、わかりましたと言ってたんだけど、妄想監督をつたき様ラブレターギフト、少々さんもこんにちは、怖い先輩と思いながら、なんか言い方もさ、なんかちょっと強めの生きてる感じの言い方してて、うん、勝手にせえよと思うじゃん。別にうちらに言わなくても勝手にせえよって思うじゃん。勝手に受けてろよって、なんでうちらになんか言う必要あるみたいな。チムチムさん流れ星こんにちは、おはよう。エビマヨちゃんもこんにちは、レオちゃんルームからありがとう、キラキラとラブレターありがとう、いってらっしゃい総監督、トイレ来てくれてありがとう、星くずちゃんもハートありがとう。勝手にせよって感じなんだよ。そういう先輩いるじゃん、なんかちょっとなんていうの、お給を据えるみたいな、ちょっと一応お給据えとこみたいな、言っと あえて言っといてみたいな。なのに先輩たちミーハーだから、そのなんかまあゴミ拾いをネギっ子さんたちが一緒にやってるから、そのネギっ子さんたちを見たくて、先輩たちがネギっ子さんたち見た、ネギっ子見に行ってくるからここにいてねみたいな、誰もいないっていうのは怒られちゃうから、なんかいてねみたいな、1年いてみたいな、1年生ここにいてみたいな、私たちネギっ子見に行ってくるからとか言って行ったのね。はみたいな、まあいいやと思って、超勝手じゃん、なんだあのミーハー軍団と思いながら、なんだこのミーハー軍団はと思いながら、まあいいやと思って座って待ってたのね。座って待機してたら、ちょうどその時に取材が来ちゃって、ネギっ子一人のネギっ子さんが取材担当で、その人が取材来ちゃってやばっと思って、で1年しかいないわけよ、もう1年3人ぐらいしかいないわけよ、もう一つのところに。うわ最悪、タイミング悪いと思ったけど、まあでもラッキーみたいな、うちらがじゃあ取材受けようぜみたいな感じで、で今日は何を作ったんですかみたいな、みんなで一緒に豚汁を作りました、先生たちと一緒に買い物に行って豚汁を作りました、多分疲れてると思うので美味しく作れたと思うので、疲れたみんなにお疲れ様でして渡したいと思いますみたいな、すごいですねみたいな、これこの大きな鍋全部作ったんですかみたいな、そうなんですみたいな、一生懸命作りましたみたいな、野菜もいっぱい切ってみたいな、はいみたいな、で
先生方に作り方を教わって、こうした方が美味しいって言って工夫もしながら、いろいろあの味見もして、すごく美味しく作れたので、みんなに食べていただきたいですみたいな取材をして、ありがとうございますみたいな、まあもろもろ取材して、今日のチームエコに、なんかチームエコについてみたいなのとか、そうですねって言って、やっぱりポイ捨ては悪いことだと思うしみたいな、やっぱり山は綺麗な方がいいし動物もみたいな、もろもろ喋って、もう取材終わっちゃったのね、ありがとうございましたみたいな感じ、いえいえありがとう、こちらこそありがとうございましたみたいな感じで、そしたら先輩たちが戻ってきて、やばと思って、取材があったこと内緒にしたよね取材があったこと内緒にしましたよね。危ない危ない、だって言ったら怖いじゃん、お前らがいないのが悪いんだろってなってるから、こっちはこっちはお前らがいなかったのが悪いんだろうみたいな、けど結局後からバレるけど、でもいなかったのが悪いのに、うちら理不尽に責められても困るじゃん、その中学生の行事なんだからさ、携帯とかも持ってるわけじゃないから連絡手段ないし、自分たちがそっちに行ったのが悪いのに、なんでうちらが怒られなきゃあかんねんみたいな感じで、そうそうそう、私が中学校中1の時って何、2000何年なんだろう、中1って何歳だ、何歳だろう、15歳とか、2000、2002年で7歳だから13歳、あ13歳か、13歳の時って何年だ、2006年ぐらい、2007年ぐらいかな、2002年が7歳だから、2008年ぐらいか、そうだよ、もうずっと前、すごい前だよね。誰かのために人は生きてる。もうそんな前のことなんだよ。でも今でも続いてるっていいですよね。
そういちちゃん、バンフィーちゃん、フロちゃん、リベドラちゃん、こんにちは、ありがとうございます皆さん。それからアイドルになる素敵な人生怖いよね、本当にそう。すごいよ、うん、ガウさんおつたき様です、ポン吉さんもおつたき様です、みんなこんにちは。すごくない？ラスタイムちゃん、ステマルクちゃん、こんにちは、うつたき様です、皆さんこんにちは。斉藤雄一さん、こんにちは。にゃーにゃーずんさん、ニャーニャーズンオッチョさんもこんにちは、皆さんこんにちは。メイクしようと、この枠メイクでもしようかなと思ったんだけど全然やる気出なくてメイクしてない。軽くなんかメイクしようかなと思ったの、なーにもしてない。つばちゃんこんにちは、みんなこんにちは。なんか一個足りないの、仕方ないか。あ、シミヤンさんこんにちは、みつばちゃんきっとありがとう。この声永遠に治んなかったらどうしよう、すごく嫌なんだけど、すごく不安なんですけど。このママとして生きるのユリアちゃんは、もうそれはやだ。もうラッケのちゃんファンファン191人目、ありがとう。あと9人だ、200人まであと9人です。それだけはやだな、スナックのママとして生きるのか。別にいいんだけどさ、少ない、まだそれにする、それになるにはバカママすぎない みんなそのスナック来てくれる、毎日通ってくれんの、そしたら指名でやしてね、指名で
増田さん、みんちゃん楽しそう。てちてちこんにちは、ハートありがとう。プーさんもキラキラありがとう。毎日ベロベロになっちゃうじゃん。お酒飲めないやん。だからか。お酒飲めないから逆に毎日ベロベロになるんか。毎日酔っ払っちゃうんか。マイメロのぬいぐるみどこに送ればいい？マイメロ？これクロミちゃんね。クロミちゃんです。クロミちゃん、びっくりした。マイメロって言われて、プロフィ、あのショールームのプロフィール欄に書いてあります。ここです。ここに書いてあります。ここショールームのプロフィール欄の下の方に、ここに書いてあります。いろ新潟知らんかった？これね、クロミって言うんやで。この前なんてなんかデビルちゃんって言われたしね。この前なんてね、なんかそれこそ黒マイメロとか言われたよ。黒デビルキティとか言われたし。何デビルキティって、全然キティちゃんの要素ないのに。デビルキティってなんやねん。近所にスナックあったら週8で通う。なんか1個多いね。週1個多くなってるよ。ありがとう。いつかできるように頑張るわ。父親のお店継ぐしかないな。ね、父親のお店継ぐしかないね。なう、あ、ほんとだ、やば、時間が早っ。ほんとはもう40分だ。皆さんこの枠もありがとうございます。お昼枠も皆さんたくさんのありがとうございます。次枠夜9時からの配信でございますので、夜9時もよろしくお願いします。今日も安静に喉を敬うために蜂蜜飲んで、龍角散舐めて、マスクして黙ってたいと思います。配信以外はもうお口ミッフィーでいきたいと思います。ということで、13位総監督ありがとうございます。12位メンピンソクちゃんありがとうございます。11位ラスタイムちゃんありがとうございます。10位ミツバちゃんありがとうございます。9位ハコウシーありがとうございます。8位カツトシちゃんありがとうございます。7位コーピーちゃんありがとうございます。6位ポコヌンありがとうございます。5位トンピーマンちゃんありがとうございます。4位タクちゃんありがとうございます。3位デンデンちゃんありがとうございます。2位ミンちゃんありがとうございます。ステッチーがどこ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 ちゃーん、ハチちゃーん、ありがとうありがとうございます。トマーキちゃん、バンフィちゃん、バーネベルアップありがとうございます。うさみ猫さんもこんにちはありがとうございます。ではこの枠終わりたいと思います。おつたき様です。髪切った、やっと髪切ったよ。ゆりあちゃん、やっと髪切れました。髪色ちょっと白っぽくなったよね。ここなんかね、前髪がちょっとおもろい感じで、ちょっと前髪はご了承って感じっすよね。前髪おもろくない？今日いつもと違う美容室行ったんですよ。いつもと違う美容室に行ってきた。
からちょっとドキドキだったわ。うん、やっちんちゃん、ハチレインボースターキラ星、認定員さん、カツトシちゃん、ミンちゃん、トンピーマンちゃん、コウキチさん、コウキチちゃん、総監督、ハチこんばんは、ジュンクもこんばん、チロンコちゃんこんばん、トンピーマンちゃん、ハート、流れ星ありがとう。うん、いい感じ、まあよかった、かわいい、ほんとならよかったです。みんなが可愛いって思ってくれるならよかった。なんか前髪がさ、ちょっと気になっちゃってしょうがない。可愛い。俺も明日免許更新行くから。髪切ってきた。そうなんや。てんねんちゃんこんばん。ゴリ鉄さん、エキュリアオシ。こんばんは。ありがとうございます。てんねんちゃんこんばん。コシヤッホーこんばん。ドラミンちゃんもつたき。うん。100キラ肉ありがとう。超似合ってる。ありがとう。まあ、好感度上がったな、うん、よし、ニクラくんいいぞ。ニクラくんはもうね、ずっとなんか最近のロケ見てないけど、ジュンくん流れ星キラキラありがとう、キスマークギフトもありがとう、エリピョン、エリピョンファネベルアップありがとう、エリピョンちゃんありがとう、ゴリテツさんもハートありがとうございます、ガウさん、つたき様、ジュンくんもラブレターギフトありがとう、流れ星もありがとう。皆さん、この枠40分までの配信です。現在ガチイベ中、ガチイベ参戦中なのでね、キラキラギフティングポイント応援ご協力よろしくお願いします。ちゃんと整えていかないと指名手配に、わかる、ちゃんとしないとめっちゃさ、ほんと海外のさ、囚人みたいなさ写真になるよね。うん、みんちゃん、キスギフト、キスマークギフトありがとうございます、どんな感じになるか、なんかで前髪がさ、パッツンじゃないんだよね、なんかシャギシャギって感じ、パツってしてほしかったんだけどちょっと言えなかったよね、言おうと思ったんだけど言えなかった、声も出なかったし。チャーシーさんもゴンクルミを100キラありがとうございます。タクちゃんもありがとう。ミンちゃんもキスマートギフトありがとうございます。タカユキさん100キラありがとう。チムチムさんも流れ星ありがとうございます。チャーリーさんも100キラありがとう。うん。何なんだろう。でも髪の毛短くなって楽なんですけど。雨強い、いい感じには染まったんですけど、声が治んないな。こちら買ってきました、声がれ、声がれ、喉の不快感に声キュア。お、コスリンちゃん、ヤマくん、ヤマくん来てるやん、ファネベラップありがとう。声、しわがれ声、ひび声、発給、なんて読むんだろうね、強制発給丸、わかんない、なんか漢方、多分漢方、喉の、わかんない、とりあえず今一番声枯れに、声枯れがさあれじゃん、だからこれ買ってみたのよ。ワンニャンちゃんこんばんは、ミルクテイちゃん、カンさんもキラキラありがとう、コスリンちゃんもキスマークギフトありがとう、チムチムちゃん、エビマヤちゃん、カワチーありがとう。雨すごくて寒いよね。タテちゃんこんにちは、髪切った。でも聞いてんのかな、わかんないけどね、声帯に聞くみたいな、 声を出しにくいのは喉の奥の声帯が炎症を起こしているのかも。声帯は喉の奥の気管の入り口にある発声を司る気管です。
4400回、すごい、4400回も来てんの。みやちゃんね、本当だ。ハスキーボイスも嫌いじゃない、ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいですけども、これさ、6包って書いてあるの、6個しか入ってないのに1200円ぐらいするんですよ、高っと思って。今はこれとこれで頑張ってるよ。トローチも舐め終わったよ、この前買ったばっかりなのに。トローチも舐め終わって、舐め終わってないか、あと 1,2 個あるかな、どうだろう。いろんなものを食べて飲んで試してますけど、食べて飲んで舐めて、蜂蜜とかね。あ、峯岸ちゃん190人目、ありがとう。192人目ありがとう。ドラミチュヌマさん、ギリタンシオさん、こんばんは。峯岸ちゃんだ、峯岸ちゃんありがとう。かわっちありがとうね、みんな。長引きすぎでしょ。マロちゃんもつたき様です、こんにちは。ロフトに行ったらさ、なんかイエベとかさ、ブルベ夏とか、イエベ春、ブルベ、イエベ秋とかあってさ、その絵柄でさ見て、もう私の世代にドンピシャな、このわかります、一期一会っていう、これ一期一会のさ絵のやつなのね。もう小学生時代に、ゆりあちゃんが小学生時代に流行ったやつ、小学生中学生の時に流行ったこの絵柄のやつ、これめっちゃ懐かしくてもらってきちゃった。テスターなんだけど、超懐かしくてもらってきちゃった。かわいい、この絵柄超懐かしい。エモすぎるんですよ、ゆりあちゃんの中では。これは私世代の人はみんなこれ、女の子知ってる、この絵柄。ジポちゃんつたき様、喉ね、長引くと大変なんです。大変っていうか、まあショールームしにくいよな。一期一会じゃなくて一期一会ね。ジポさんつたき様、あ、イゼトちゃんラブレターギフトありがとう。これめっちゃいい、これかわいい。でもこの子、こういう感じの子好きだったな、こういう感じの子。懐かしすぎて持ってきちゃったもん。持ってきていいやつだと思うんですけど、普通にテスターなんで。で私は多分、ブルベ秋だと思ってるんですよ、自分のこと。ブルベ秋だと思ってるんですけども、メイクアップ的にはこんな感じ、ファッションはこんな感じで、メイクアップ的にはこんな感じの色味が合いますよっていうのは載ってるんですよ。素晴らしい。すごい便利なカードですよね。まあ、自分がイエベかブルベかなんで全然分かってないんですけど、イエベだと思ってるから、イエベ秋だと思ってる。
数年前家部あきさんって言ってたよね。うん、家部あきさんだと思う。だから今でも家部あきだと思ってる。違うのかな。ずっと家部あきだと思うね、私は。もしかしたらブルベだったりして。ヒロくんラブレターギフトたくさんありがとうございます。イエベだかブルベだかどっちでもいいんだけどさ、好きな服着りゃいいし好きなメイクしりゃいいんだよ。ヒゲルさんこんにちは。ヒロくんこんばんは、ありがとうございます。こちらなんと小林製薬ですね。あったらいいなを片手にする小林製薬、いいの出してくれます。治ってくれるといいな。これでホタテちゃん中で星キラキラ、ありがとうございます。今日ずっとマスクしてたからさ、マスク大変だよね。マスク嫌いです。でもマスクしてなきゃ潤いが失われちゃうから。ネーミングからして小林製薬よくわかるね、ネーミングで。 YouTube ライブ明日YouTube ライブ明日ですね。うん、万象堂ちゃん、タコチュー、タコチューギフトありがとうございます。 T ちゃんも193人目、ファンファンありがとう。マルコルちゃんこんばんは、みんなこんばんは、ありがとう来てくれてみんな。うん、カラコンがすごいナチュラルすぎてすっぴんみたいに見える。やだやだ、こんなナチュラルなカラコンゆりあちゃんっぽくない。プサン客キラありがとう。ヒロさんもこんばんは、ありがとうございます。うんうん、明日大滝さんチャンネルの YouTube ライブ、来月さん、来月の撮影会何日がいいんだっけ。なんか書いたはずなんだけどな、何日がいいんですっけ。16だっけ。16 15 20、土日なんだよね。お、ヒロさん194人目ファンファンありがとう。しおじちゃん仕事頑張ってありがとう。ヒロさんこんばんは、しおじちゃん100キラありがとう。16日ね、 OK です。16、16日にしとくわ。16日と、じゃあ16と30にしようか。待って、ちょっと待ってね。6月はサンボマスターに会いに行くんだった。おりでちゃおつたきさまです。ラブレターギフトありがとう。どこだっけな、いい
I wanna be a 君のすべて。三歩優先で。涙の中にかすかな明かりが灯ったな。もうこんちゃんこんばんは。土日じゃなかった気がする。もうすぐじゃん。6日7日7日です。7日金曜日。楽しみ。豚まんメイン。豚まん私に来るって優しいですよね。もこんちゃんもこんばんは。ラブレター、ありがとう。弟と一緒に行くんですよ。嬉しいね。毎年サンボに会えるの嬉しいな。いや、サンボに会うため会う前には声が戻ってるといいと思う。かゆきさんこんばんは。豚まんに家族分買うけど何人？1,2,3,1,2,3,1,2,3,4,5,6人。ゆりあちゃんが3個ぐらい食べます。ゆりあちゃん3個ぐらい食べます。3個じゃ足りないぐらいですけども、いっぱい食べます。全然食べれるよ3個あれ。もって言うけどめっちゃ食べれるよ。美味しいよね。美味しいもんね。なんで新潟にないんだろう。なんで新潟にないんだろうね。551そりゃないか。さん来るなら買ってくよ。だって私の分も入れて15個だ。ハチも来んの？すごいね。嬉しいね。ぜひぜひ来てください。さん
肉まんだらけのお店が頑張ろうとしてる。肉まんだらけのお店来たことないな。来たことないじゃない、行ったことないなって言うとしたら来たことないなって言っちゃった。こさつって直接場所に行くの？うん、こさつは直接場所に行きます。来月はどこの場所になるんだろうね。とりあえず予定では16日と何日にしようかな。16日と30日にしようかなと思ってる。来月は16日と6月16と6月30予定です。私は一眼レフとかなくても大丈夫ですか？全然大丈夫です。なんなら写真撮らずに終わる方たくさんいます。たくさんいます。来月あったかい、晴れたら外かな、外とかで撮影会できたらいいですよね。りあちゃんおしゃべり楽しいもんな。りあちゃんずっと喋ってるからこんな声になっちゃうんだろうね。りあちゃんずっと喋ってるからこんな声になってしまうんだろうか。ここのおつたき様です。ソニアンちゃんからティーギフトありがとうございます。早く治んないかな、喉。ずっと喉こうやって温めてる。温めた方がいいのかな、わかんないけど。マスクしたりさ、蜂蜜舐めたりさ。来月会えるの楽しみだね、本当に。全然合わせますよ、皆さんに。来てくれるって、言うならば合わせますよ。ゆりあちゃんは嬉しいですからね、来てもらえるの。やっぱりあの予約がスタートするので、結構早めに1週間すぐ出たらすぐ予約した方がいいと思いますよ。すぐ出たらすぐ予約した方がいい。だからガールズグラフのLINE を一枠一人、うん、一枠一人、一枠一人でもいいし二人でもいいんですけど、一枠一人です。約、はい、一枠一人です。一対一なんで最大3枠、一人3枠まで取れます。一人3枠まで取れます。大体みんな2枠3枠取ってくれますね、大体ね。一人一枠、一人最大3枠まで取れる形になっております。6枠あるんですけども、3枠もね、何喋るんって思うけどね、意外にあっという間に終わるんですよね、3枠って。
外にね2枠も3枠もあっという間に終わんの。本当にすぎる。一人一枠とか緊張して喋れないの。いや喋れるだろ、あなたは緊張しないやろ。ちょっとここら辺ちょん切って何が悪いのかさ見たいよね。喉なんでこんなに声出ないのって思うからさ、ちょっとここら辺からさザクッとちょん切ってさ、スキンシップは無理です、ダメです、ダメです。スキンシップなんていうものはございませんので、残念ながら、はい、ないです。そんないい言い方しないでください。おさわり禁止です。はい、ダメです。パーテーションつけてもらわないとね、8の時だけ8の時だけパーテーション付きかもしんないわ、そんなこと言ってたら。はい、本当に喉がエヘム虫がいるわ多分。マロニーさんこんにちは。いい言い方しないで、本当に。おさわりと、おさわり禁止ですよ。スキンシップなんていい言い方しやがって、本当に騙されませんよ誰も誰も騙されませんからね、そんな言い方したってね。刺されるぞ。もうこうやってほら首回して、前までは首をうーってやるとさケホケホケホってケホケホケホってなったんだけど、今はもう大丈夫になった、上向いても。だから本当にあとは声帯がって感じですかね。うん、喉が治らないって感じですかね。もうほんと声帯が治るまで安静にしろってことなんですかね。そんなこと言われてもちょ、さっきのよくわかんない小林製薬さんのやつ飲んでるんで治ってくれたら嬉しいなと思います。わかないちゃんひまわりの種なのだ、ありがとうございます。ポコちゃんもこんばん、みんなこんばんは、ありがとうございます。いつもありがとうございます。このイベント1位取ってどの曲をテーマ曲にするかみんなで考えましょう。お天気ですからね、お天気、明るい曲がいいですよね、お天気ですから。だからやっぱ声は高速通信が一番いいかなって思ってる。やっぱり声は高速通信を。新潟は遊ぶところよりは食、新潟遊ぶところないからね、新潟は遊ぶところないんですよ。だからこうやってゆりあちゃんのイベントに来るっていうので新潟に来る。新潟は本当に遊ぶ観光地は全然ないと思う、正直言ったら。佐渡行くしかないよ、佐渡、佐渡行くしかないよ。佐渡に行ってらっしゃいって感じです。そしたら
それぐらいしかない。推しと飯のために新潟行く。そうそう、そんな感じですね。新潟県観光地あるか、県でも佐渡ぐらいじゃない。いちゃお茶さん、つたき様です、こんにちは。てかあっという間なんですけど、40分までって言ったよね。佐渡は行きたいと思いつつまだ行ってない。佐渡ぐらい、佐渡行ってもまあ特になんかやることはないかもしれないですけども。えきゅうりや、一服さん、きゅうりやおし、こんばんは。あっという間なんですけど、まだ全然、初めて私5分ぐらいしか経ってるイメージなかったんですけど、もう34分経ってました。早すぎ本当にあっという間すぎるんですけど、皆さんポイント応援ご協力よろしくお願いいたします。現在ガチイベ参戦中なのでね、ぜひともね皆さんのポイントをいただけたら嬉しいなと思います。福さんもキスマークギフトありがとう。やトキか、まあトキ見るぐらいじゃないですか。じゃあトキ見るってでも観光かなって思っちゃうけどね。字枠が23時55分からまた配信しますので、浴衣ポイント応援ご協力、ガチイベ応援よろしくお願いいたします。そうなのか、他では見れないのか。時は見れそうだ、鳥で。なんか時ってパッとしないけどね、パンダとかじゃないからさ、なんか時かって思いますけどね。バンシャちゃん、つたき様です、皆さんおつたき様です。鳥見たいかって思ったら鳥かって思っちゃいますけどね。鳥か、うん、鳥ねって思いません？私だけ？バードウォッチングとか好きな人だったらさ、鳥はいいかもしれないけど、鳥かって思っちゃうけどな。あ、チームジオシさん、こんばんは。なんとチームジオシさん初めてのファンファン、195人目ありがとう。言ってはいけないこと、え、なんで言ってはいけないこと？だって鳥だよ。佐渡金山が世界遺産になったら観光客増えるんじゃね。どうなんだろうね。あ、エリピョンちゃんもなんと初めて2人目、嬉しい。196人目ファンファン、エリピョンちゃんありがとう。目からビームが出るウサギ観音があるよ。へえ。見たいですか？なんか綺麗な風景とか絶景とかさ、そういうのが見たいじゃん。目からビーム出るウサギ観音見たいですか？だって堀鉄ちゃん流れ星キラキラ。食べないでください、天然記念物を。天然記念物を食べないでください。はっちゃん、トキなんて食べたらもうやばいですよ、怒られちゃいますよね。え、空気もいいしご飯もおいしいのに観光地だけないもんな。見る場所がないもんね。ね、そういう、だから今新潟駅をあれしてんすよね。さ、金山私もあんま興味ないな。鶏の半身揚げは食べてもらわないと。半身揚げそんな美味しいの？唐揚げみたいだけど。半身揚げみんななんかすごい B 級グルメで半身揚げ有名で、まあ美味しいっちゃ美味しいけど、まあ別に食べたい方は食べてみーって感じですね。普通にタレカツが一番うまい。タレカツ丼が一番新潟なんかグルメで一番好きですね。
その新潟ご当地グルメみたいなのでラーメンかタレカツかなって思う私はね。あと2分です、この枠あと2分、あっという間やマジで。あと2分なので男女発表していきたいと思います。13位からコッソリンちゃんありがとうございます。12位タクちゃんありがとうございます。11位ハコウシありがとうございます。10位トンピンマンちゃんありがとうございます。9位ヒロくんありがとうございます。8位イーゼットちゃんありがとうございます。7位総監督ありがとうございます。6位オリゼちゃんありがとうございます。5位バンショウドちゃんありがとうございます。4位ジュンくんありがとうございます。3位ミンちゃんありがとうございます。2位デンデンちゃんありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃん8位、ありがとう。誕生皆さん、アリーナ席の皆さん、外から応援してくださった皆さん、ポイント応援してくださった方ありがとうございます。現在イベント参戦中でして、ガチイベ参戦中で時間制限のイベントになっております。このイベント1位取って、オタッキーズの曲をテーマソングにしたいという目標で、このイベントに参戦しておりますので、ぜひともね、一緒に1位取ってくださったら、1位に向かって全力で駆け抜けていってくださったら、応援してくださったら嬉しいなと思っております。次枠23時55分ですので、よろしくお願いします。ではおつたき様でした。この枠もありがとね。また夜にお会いしましょう。なんか机ずらそうと思って、机ずらしてたら事故った。あ、これが押されたんだ。一個ない。てか一個ない。メガネだと印象変わる、雰囲気変わる、マジか。いい意味でですよね。いい意味で。どこ行ったの？悪い意味なら言わないよ。優しいね。悪い意味でもいいやついるよ、世の中。この最悪どこ行ったんだろう。疲れでしょう。どこ行ったんだ。ごめんなさい、ドステップ。どんなことかに入んなかったらちょっとやだ。あったあった。
った、よかった。ありました、ありました。大丈夫でした、大丈夫でした。で、ゆるいのかな。ブーっつったよね。よし、大丈夫かな。よし、前髪がなマジで気になるんだけど、まあいっか。皆さん改めてこんばんは、ありがとうございます。現在ガチイベ中のおたけりゃのショールーム、この枠35分までの配信になりますのでよろしくお願いします。次枠は12時です。よろしくお願いします。だいぶ喉はどうなんだろう、治んない、治ってはないね。牛角さんいただきます。やっちんちゃん、だいだいちゃん、戦争早々にちょっと事故っちゃった。ガーンって画面がバーンって、 iPad がバーンって前に倒れちゃった。たくちゃんこんばんは、はちこんばんは、レインボースターありがとう、ゆうちゃんもキスマークありがとう、そかとかハートありがとう、茶色いアルパカちゃん、よしいけちゃん、こんよしいけさんこんばんは、めっちゃパワースポーツさんもこんばんは、ケントさんもだるまありがとう、こんばんは、けすけさんもありがとう、杉ゆたありがとう、めぐみのちゃん、かわちたかちゃんこんばんは、パマちゃんこんばんは、ゲントさんこんばんは、ありがとう、かわいいかな、大丈夫かな、 MK さんこんばんは、北村のちゃんもおつたき様です、ハマちゃんもだるまたくさんありがとう、うん、マシャタンセクシーローズありがとう、 Thank you、 コホンときた龍角さん5本か、ビールッパラさんこんばんは、 MK ちゃんもキスリフトありがとう、プルルちゃんもおつたき様も、マシャタもおつたき様も、ゲゲミヤちゃんもおつたき様です、皆さんこんばんは、ありがとうございます。ピアスをさつけようつけようと思って、その買っ
ったピアスをね、やっぱなんかつけにくくて、つかないんですよ。穴が小さいのか全然入らない。パーマンちゃんだるま、ありがとう。このさ、ちっちゃいピアスをさ、見える、つけようかなって思ったんですけど、意外につかない。意外につかないんですよ、このピアスが。なんでと思いながら、じゃあつくのかな。あ、ポロリ、ピアスがポロリしちゃったカッキーさんだるま、ありがとう。こんばんは。タクちゃんも嘆きすぎフト、ありがとう。プルルちゃんもハート、嘆きすぎフトもありがとう。北村のちゃんもありがとう。カッキーさんこんばんは。ファネベルアップありがとう。皆さんありがとうございます。あ、来た、入りました。こっちはが入らないんだね。じゃあこの間までピアスつけれたのに急につけれなくなった。裏から入れる。たまに裏から入れると入るっていうパターンありますもんね、ピアスって。夜は静かでいいですね。あ、ピアス落ちた。あー、耳が悪いのか穴が悪いのかどっちなんだろう。キャンちゃんつたき様です。そういや受信ボックスにいっぱい通知来てたからまたバンされたかと思ったら、どうしたんですか。ケロカエルさんこんにちは。カズミニちゃんもつたき様生きるよし。何だったんだろう。アイスクジ猫ちゃんのメダルもらった。あー、もらえたんすね。
よかったよかった。なんか4つ入りなのに3つしかないの。パズルみたいや。何が？ピアスが？はい、来た。着きました。やっぱすっげーちっちゃいんだよね、このポツってやる。ここもさ、今つけてみたんだけど、わかる？ここ、久々ここつけたわ。すっげーちっちゃい。これ絶対落ちるわ、どっかに。シュウケンさん、こんにちは。久々ピアスつけたの、マジ。これくらいだったらなんか気にならないからつけとこうかな。やっとつけ終わりましたよ。1個残った。こことかもね、多分塞がったんすよ。ここ、こことこことこことか空いてたんですけど、もう多分塞がった。トラガスだけ空いてた。かかっていたってならない。ならない。あ、ライスちゃんや。ライスちゃん、こんばんは。投げキス、キスマークギフトありがとうございます。意外にね、ならんの。ここにつけるとでもね、イヤホンしにくいんですよ。すごい、結構長さがあるからめっちゃ飛び出すから、長さがないやつをつけないといけないんですけど、もうそれがないからここでつけてるって感じですけど、買いたいね、新しいなんかピアス。コウジさん、こんばんは。ありがとうございます。今現在イベント参戦中なのでね、ポイント応援ご協力ありがとうございます。顎ニキビすごい一気に鎮静した。やっぱいいやつはすぐ鎮静するもんなんですね。すごい。鼻のここのニキビもすぐな、大きかった、痛かったんだけどすぐなくなったし、顎ニキビもちょっと痛かったんだけど、もう痛みなくなってる。すごい。高いだけあるわ、本当に。喉は全然治んないんですけど、多分声帯がやられてると結構治りが遅いみたいですね。風邪が治っても声帯が治るのにほんと 1,2 週間ぐらいかかるっぽいです。あんまり無視しないでいきたいと思います。ちょうど昨日さ、100均行ってさ、棒を買ってきたの。このアロマディフューザー用スティックっていうものを買ってきたんで、もうアロマこれなくなっちゃったんで、ほら空になったんで、ちょうど、あ、でももうちょっと残ってるの、もうちょっと残ってるわ、もうちょっと残ってるから、もうちょっとなくしてから。何しよう、これに新しく買えるのは。ここに置いとこう。20ピース入ってるんだ、これ。
だいたい何本入れるんだろう。20ピース全部入れることはないもん。じゃあ今日はクロミちゃんのパジャマです。今日は全身クロミちゃん。全身クロミちゃんでやらせてもろてます。よろしゅう。これつければクロミいいパジャマでしょ。かわいいでしょ。ちょっと女子これをつければクロミちゃん。でもこれ言ってんだよ。これをつければガチでクロミちゃん。リボちょっとここ曲がってるけど。こんな感じ。髪の毛も今日ちょっと暗めにしたんで。いい感じ。そのままコンビニ。これはちょっとコンビニ行けない眉毛やつよ。逆にこんなフリフリなやつだとちょっとコンビニ行けないっすね。恥ずかしいわ。ほぼ黒み。かわいい。なんかここが白いとさ、ハゲて見える。こんばんは。今日テレで生理の悩みについてやってるよ。あ、そうなんや。最近は命の母を飲むようにしてます。生理前のその起伏のなんかちょっとテンションローテーションになるのは防ぐために命の母ホワイトというものを飲んでおります。最近は。ピルは合わないんで体に。ピル飲めばいいじゃんとかよく言われるけど、ピルはあの本当にゲロ吐きそうになるっていう、もう一ずっと気持ち悪い状態になっちゃうんですよ。慣れなきゃいけないみたいな。更年期の薬じゃないですからね、命の母ホワイトは。命の母を更年期の薬だと思っている人はたくさんいるけど、生理前の憂鬱とかを治すのもにも効果ありますからね。本当に偏見すぎ。本当に偏見の塊ですね。命の母ホワイトというものをちゃんと検索してみてください。指原莉乃ちゃんが CM してるっちゅうねん。命の母ホワイト。生理が来るなと感じたらホルモンバランスの乱れのから来る症状に命の母ホワイトですよ。妊娠生理出産なのでホルモンバランスや自律神経のアンバランスによって起こる症状を改善するお薬ですというものが命の母ホワイトでございます。豆のめちゃんリップギフトありがとうございます。命の母と命の母ホワイトがあります。あゆれちゃんは命の母ホワイトを飲んで気休めにはなると思います。これきつすぎて痛い。ここがさパッなんかねギュッてやられて痛いの。私だからカチューシャとか嫌いなんだよ。カチューシャねしてるとね頭痛くなるの私。いやマジ前髪気になるんだけど言えばよかったな。パッツンがいいんですけどって。
まあ、メイクしたらどうにかなるか、ね、さっきから言うとりますけども、メイクしたらどうにかなる、メイクしたらどうにかなるとただ言い聞かせているだけなんですけども、はい、めっちゃ可愛いですか、めっちゃ可愛いって言ってもらえたら元気出るな言われたらじゃなくて、めっちゃ可愛いギフトもらえたらっていう意味なんですけどね。裏では R1 飲みます。そういえば今日 R1 飲んでない。R1 って振った方がいいのかな。うまい。あ、めっちゃ可愛い。やったー。これで前髪も気になんないかもしれない。でもなんか気になりません？前髪。なんでここさ、ここ切らないのって思ったんだよね。ここ。わざわざ残してくれたのかなと思って。ハチからめっちゃ可愛い。本当に本当に可愛いですか。可愛いから問題ないってさっき言ってくれましたけど、すごい気になる前髪が。わざと短くしたんですよ今回。わざと短くはしたの。なんでここ残したんだろうって思う。短いのはいいんだよ。この短さとかはいいんだけど、なんかこのまばらさが嫌なの。まばらさ、パツンってなってれば可愛かったんだけど、なんかまばらさがちょっと気になるんだよね。ちょっとなんかギザギザっていうか、なんていうの、シャギみたいな、わかんないけど、わかんないけど、嬉しい、めっちゃ可愛い、いただきました。私はさ、スパンスパンっていうのが好きなのよ。スパン、別にこうでもなくスパンみたいなのが。でもこっちの方が似合うと思ってやってくれたんだと思うんだよね。知らんけど、でも髪の毛が切れた。今日定規お貸ししましょうか。定規があっても意味ないんじゃん。これ以上前髪切ったらオンマユになんない。それはちゃんと言わないと。でもさ、すでに長さ切るときにさ、やられたからさ、もう言う、なんかもう言えなかった。初めて入ったさところだったんだもん。今日初めて入ったところだったんだもん。だってだから言えなかったの。すごい優しい方がついてくれ、すごい丁寧な方がついてくれたのにもかかわらず、しかもこの声だし、声が届きづらいじゃないですか。で、極力喋らないようにしようと思ったのよ。喉をいたわるために極力喋らないようにしようって思ったの。だから言わなかったの。でもずっと私が前髪気にしてたから、大丈夫ですかって言われたんだけど、大丈夫ですみたいな。まあ、別に可愛くないわけじゃないんですよ。全然なんか慣れてないだけかも。ちょっとこの前髪慣れてない、メイクしてないからさ、メイクしてないとなんか面白いなと思っちゃって、今日メイクせずに行ったんですよ。カラコンと眉毛しかやってなかったんで、多分完璧にメイクすれば多分可愛くなるんですよ。そう、大丈夫じゃないって言ってもね、もう切ってしまったものには変わりないか、あとは伸びるまで待つしかないんで。でも前髪ってすぐ伸びそうだけど、まあまあまあ、と眉下ぐらいにしてくれてありがたいわ。
確かに前終わった後に前髪こうやってずっと私はこうやってさ整えてたのね。不安だよね。いや不安だよね。しげるちゃんこんばんは、ありがとう。どう、髪の毛切ったよ。見て、髪の毛切りました、染めもしました。どうですか。かわちい、あ、よかったよかったよかったです。まあ、みんながかわいいとか似合ってるってあの本気で言ってくれてれば、お世辞でなく本気で言ってくれてればそれで私は満足です。ちょっと前髪がね気になってしょうがないの。でもそうだよね、美容師さん側からするとね気になっちゃうね。あ、みつばちゃんこも、みつばちゃん似合う、ありがとう、よかったよ。しげるちゃんありがとう、キスマギフトありがとう。ひりみやちゃんもだるまありがとう。雰囲気似合ってる。あ、雰囲気がいけ、雰囲気はね結構好きなんですよ。うん、似合ってる、よかった、めっちゃ可愛い、よかったです。あー、もう金やっとなんか浄化されてきた、浄化されてきたわ。惚れ直した。本当にこの前髪で、ね、おかしいって、それはない、そこまではない。うん、ゆかりちゃんだ、ゆかりちゃん60キラお届け、こんばんは、やっほー、ありがとう。この枠35分までの配信になりますのでよろしくお願いします。明日何時に配信できるかな。明日は12時と YouTube ライブがあるから YouTube ライブ後になるね。 YouTube ライブがあるから、9時まで YouTube ライブでしょ、だからその後だよね。11時ぐらいには配信できるかな、12時11時とかの配信になるかなと思います。赤い星ありがとう。星ね、懐かしいよ。明日一応 YouTube さん、大滝さんチャンネルで YouTube ライブあるんですけども、多分ゆりあちゃんはこの声が治らないんですよ。あと1週間ぐらいは治らないと思うんですよ。なんか声帯って治りにくらしくて、多分治んないんで明日は司会進行だけかな。どうなんだろう。まあでも生誕ライブのね、生誕ライブを振り返っては振り返りたいなと思うので、多めに振り返りたいなと思うので、生誕ライブのお話たくさんできたらいいなと思います。明日の YouTube ライブ全然振り返れてないので、そこをメインにいけたらいいなと思います。たりやきちゃんはレベルアップありがとう。セーターラブは楽しかった、よかったです。セーターラブ楽しいと思ってもらえてありがとう。うん、なんか今漢方を飲み始めたんですけど、今日それが効いてくれればいいなと思います。さっきご飯食べた後に
袋飲んだんで、まあ、それが効いてくれたらいいなと思います。本当にまあすぐには効かないと思うんですけど、徐々に治ってくれたらいいなと思います。鴨志田さん、つたき様です。たりやきちゃん、ファネベラップありがとう。白猫ちゃんもありがとうございます。みんなありがとう。 Thank you。 お外からもキラキラありがとう。乾燥しないようにね。そう、このマスクをつけて寝ますから大丈夫です。こうやってこうやって喉ぬるぬれマスクをね、最近はずっとしながら寝てますんで、乾燥気をつけてます、マジでずっとね、もう1週間ぐらいマスクつけながら寝たり、飴舐めたり、トローチ舐めたり、まあ、薬ももらってたんで1週間分、だからもう1週間分切れちゃって、もう薬ないんですけど、一応なんか喉の炎症を抑える薬みたいなのをずっと飲んでて、飲み終わってって感じなんですけど、遠征しないくせに珍しく行って、新潟も楽しく、楽しいでしょ遠征。ぜひぜひ遠征してください。日向さんも100キロありがとう。ま、このねマスクはね、そんなに息苦しくならない、なんか特殊な感じで、なんか通気性が結構いいんですよね、このマスク。普通のマスクだと結構息苦しいんですけど、やっぱ喉ぬる就寝用の喉ぬるぬれマスクなんで、一応通気性がいい感じのマスクで、ここになんかフィルターがついてて、乾燥しないようになんかしっとりしたフィルターがついてる感じです。って言って話してたらいつの間にか、あと残り3分です。この枠、今日分のポイント応援が皆さんあと3分でございますので、ぜひともねポイント応援ご協力よろしくお願いします。まゆこちゃんハートありがとうございます。ありがとう。 Thank you。 今日も一日皆さんありがとうございます。明日の配信は12時と23時予定ですね。2枠、午前が12時と午後が23時で、20時から21時が YouTube ライブあるんで、 YouTube ライブ皆さんぜひ遊びに来てください。イリアちゃんの大滝さんチャンネルでやりますのでよろしくお願いします今回歌はね、獣のすみかさんのボーカルがいますので、ナオトさんに中心として歌ってもらおうかなと思います。私がねちょっと喉をやられてしまったので、おっすおっす。あ、ラブレターギフトありがとう。マイコちゃんもハートありがとう。グーさんもつたき様です。うん、ナオトさんにも頼んどい、すいませんつってね、すいませんって頼んでご了承得たので、明日も楽しみです。でも、うん、早く歌歌えるようになりたいな、喉治りたい。ということで今日の枠男女アップしていきます。この枠もありがとうございます。13位水道橋ちゃんありがとうございます。12位ケントさんありがとうございます。11位ゆうちゃんありがとうございます。ライスちゃんありがとうございます。9位グリーンメルちゃんありがとうございます。チパーマンちゃんありがとうございます。7位モッチーありがとうございます。9位ハムちゃんありがとうございます。5位プルルちゃんありがとうございます。4位タクちゃんありがとうございます。3位ケイスケさんありがとうございます。2位シキルブラックちゃんありがとうございます。1位がどこ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 ちゃーん、ハチちゃーんありがとうございます。誕生日皆さん、リーナ席の皆さん、明日から応援してくださった皆さんありがとうございます。今日も一日おつたき様でした。また明日12時から配信しますのでよろしくお願いします。
ではこの枠も終わりたいと思います。今日も一日ありがとうございました。うつたき様です。ありがとう。